ナイフがレポとかくだらないけど、それが断りなんだって。もう参っちゃうね。抗うためにエスケープ、フロムデイゲン、蛇のように敗戦線だけど、最後逆転の一手だけ、なぜか詰められないの。未来未来社会 VS 未来未来世界なら、ちょっと校舎に行ってくる。大丈夫か、うるせえよ。限界まで足掻いた人生は想像よりも狂っているらしい。半端な命の完成を少々心でオーバーライド。したいところだけど現実はそうそううまくはいかないようで、吐いた言葉だけが真情だって思われて、また離れ離れ。まあこの世の中ガチャの引き次第で、何もかも説明つくわけだし、巻き返しに必要な力で別のこと頑張ればいいじゃん。まあこの地獄の沙汰も金次第で、どこまでも左右できるわけだし、あんたが抜け出せるわけがないよ。それで話はおしまいならばもう来ないからね。誤解者にかまけた人生はきっと燃やされてしまうらしい。じゃあ私などいらないと言った果てに、タフはライド。したいだけ探した冒険担当が消えるまでステンバイミー。巻いたエラーすら読んじゃいない。人間の思うことは知らないね。吐いた言葉の裏なんて知る由もないだろう。哀れ哀れ。